浄土松公園は、福島県郡山市大瀬町にある都市公園である。浄土松山を中心とした広大な公園。松の緑が点在する有様が松島に似ていることから、陸の松島と呼ばれている。松以外にも様々な植物が生息し、数は少ないものの水、場所なども見られる。園内にある木岩、木の小岩は400万年前の業界岩が、侵食されてできたもので、 トルコのカッパドキアと同様にフードゥーとも呼ばれ、一帯は県の名称天然記念物に指定されている。園内には登山道が整備され、駐車場から展望台のユニッタイ、名所のキノコ岩、馬の蔵、八丈座敷などを結んでいる。その他の設備としては、バーベキューなどに無料で利用できる野外路水事場などがある。また、毎年10月には、 浄土松公園祭りが開催され、主に体験型のイベントなどが行われている。なお、公園の隣接地には、福島県郡山自然の家が建てられており、公園とほぼ一体的に運用されている。この施設は、学校のほか、原則5名以上のグループ、当日の状況によっては、個人でも宿泊などの利用が可能。古くは、浄土ヶ浜、浄土が丘とも呼ばれ、 祈願、巨岩が突出して立ち並ぶ名所として知られた。1958年、浄土松山として、県指定名称天然記念物に指定。1977年3月31日、公園開設総面積約8.4ヘクタール。1985年には、福島緑の百景に選ばれた。2011年3月11日の東日本大震災では、 キノコ岩の一部が崩落した。以降、キノコ岩に登ることが禁止された。ありがとうございます。